かな、ギターの演奏をしているのは谷本光さん。中国で活躍しているギタリストです。ギター1本でドラム、ベース、琵琶、三味線など様々な楽器の音を出すことができます。ギターの限界を超えた技法を持つ人と称されています。19歳の頃にスペインに住んでいたんですけども、その時にギターやお金を全部取られてしまって、で、路上で演奏を始めたんですね。その時にやっぱり人を引きつけるためにいろんな工夫をしなければいけないなと思って、それでカードを使ったり、コップを使ったり、ヘアピンを挟んだりして、いろんな国の民族楽器の音を出す研究をその時にしました。11年前ですね、ちょうど。16歳の時、歌手の谷村新司さんに憧れギターを始めました。その翌年からは日本で様々なギターコンテストで優秀賞をもらうほど実力をめきめきと伸ばしました。今は日本、中国、マレーシアなどアジア各地でギターの演奏会を開いています。これが1本あれば世界中どこに行っても演奏ができる。あとやっぱりどこでも演奏できて誰でもとでも友達になれるのがすごくいい楽器だなと思います。今年31歳の谷本さん、6年前に上海国際楽器展覧会に出展するギターメーカーの友人に誘われて初めて上海に来ました。その後、そのギターメーカーのイメージキャラクターとして毎年この展覧会を訪れ、観客にギターの魅力を紹介しています。表演之前会有一个调音的准备，他那天调了7个小时才达到他满意的效果，中饭晚饭都没吃，调完以后开始表演。大家好，我是胡本光，我来自北海道。我开始学中文，所以我的中文还不好。你们听懂了我的中文吗？听懂了。好的，好的，好的。性格が良く、人に優しい。でも音楽に厳しく辛抱強い谷本さんには、中国でもたくさんの友人がいます。特に中国はですね、中国に来ると友達がいっぱいいつもご飯に誘ってくれるので。日本以上に、いろんな人といっぱい会えるので寂しさは全く感じないです。ギターの魅力をより多くの中国人に知ってもらうために1年間の7割を中国で過ごします。今日は蘇州で開かれたギター交流会です。交流する相手はギターを勉強する中国の子どもたちです。まずお客さんの反応がすごいピュアで、そしてもう感情豊かに表現してくれて、演奏してくれる方も盛り上げてくれます。で、彼らは本当に音楽やギターが大好きで、こっちもその彼らを中国人の皆さん見てると嬉しくなります。胡本光老师、你有最崇拜的人吗？中国の子どもたちはギターについて熱心に質問をします。我想跟古本光老师一样成为一名伟大的吉他师。演奏する曲は全て自分で作ったものです。16年間たくさんの曲を作り、一人でいろんなところを訪ね、たくさんの困難にもあった谷本さん。ギターに専念し続けるのは簡単なことではありません。そうですね、最も支えになったのはやっぱり、8年前に突然亡くなってしまった母がいつも心の中に、います。やっぱり中国で今いろいろ大きいコンサートもやらせてもらってますけども、それはやっぱり一番亡くなった母親に見てもらいたいなといつも思っています。母への愛情を込めて頑張っている谷本さんはとても素敵な夢を持っています。日本と比べて小さい子どもたちがギターをやっている子が多いんですね。そしてギター人口ももう日本とは比べ物にならないぐらいギター人口が多いので、いつかこっちで中国で音楽の学校を作って、どうやって音楽を通してみんなと交流できるかということを教えていきたいなと思ってます。ギターをもっと多くの人に知ってもらいたい、音楽の楽しさを伝えたい、そしてもっと多くの中国人の友人を作りたい。谷本さんは輝く未来に向かって頑張っていきます。